バスケ日本代表ホーバス監督の頭をペチペチした犯人が自白。2024年のパリ五輪出場を決めたバスケットボール日本代表で喜びのあまりホーバス監督の頭をペチペチした犯人がついに発覚。ついにバレてしまった。でもみんなの笑顔素敵なんで許してくださいトムさんと謝罪した井上宗一郎。するとホーバス監督は井上、やっぱり井上か、次のトレーニングキャンプ待ってますと返信。カーボベルデ戦後、日本の選手たちはロッカールームへ戻ると大騒ぎした。チームを率いていたホーバス監督が本当にありがとうございます、最初からみんなを信じていた、この経験を忘れないでもっともっといいバスケをやりましょうと。日本語のスピーチが終わるとあっという間に選手たちに囲まれ頭をペチペチされるなど手荒い祝福を受けていた。しかしよく見るとなんと何人もホーバス監督の頭をペチペチしている。ホーバス監督はあれは初めて、でもいいんじゃないですか、長い間コーチングして怒ったりしてたから、やっぱり勝ったら選手はこういう気持ちになるよ、あれはラブだよと笑い飛ばした。